みんなの気になる情報ナビゲート。今回のテーマはこちら。打ち切りになってしまったテレビアニメたちパート10。突然ですが皆さんは打ち切られてしまったテレビアニメをご存知でしょうか？テレビアニメが放送され始めてから現在まで多くの作品が放送されてきましたが、中には様々な都合によって放送が打ち切られてしまった作品もあります。そこで今回はそんな放送が打ち切られてしまったテレビアニメをご紹介させていただきます。今回まずはじめにご紹介する打ち切りになったアニメは爆闘宣言大ガンダー。爆闘宣言大ガンダーは実用化されたロボットたちが様々な分野で活躍するようになった時代を舞台に、意志を持つバトルロボットたちを双方のコマンダーが指示して戦わせるスポーツ、バトロボマッチが盛んに行われる中、主人公の少年、あけぼのあきらもまた、コマンダーとしてチームメイトのバトロボたちと絆を深めていきながら、バトロボマッチのチャンピオンに贈られる伝説の称号を、タイタンクラウザーの獲得を目指して奮闘していく物語で、全番組、電脳冒険記ウェブダイバーに続き、宝のおもちゃ反則アニメ枠として、2002年4月から12月までテレビ東京系列で放送された爆闘宣言大ガンダーは、合体要素を前面に打ち出したロボットアニメとして制作されると、中堅から大御所までをまんべんなく起用した豪華声優陣に加えて、一度聴いたら忘れられないインパクトの強い熱い主題歌など、アニメファンからは一目置かれていました。また前述のようにおもちゃの反則を目的としていることから、アニメと連動した商品展開が積極的に行われ、中でもロボット玩具を AV ケーブルで接続し、モニターにグラフィックを映し出した上で、アクションゲームや対戦格闘ゲームを遊べる画期的なおもちゃが話題になりました。しかしながらそうした斬新なおもちゃを販売するも、思った以上に商品の売れ行きが悪かったため、当番組、超ロボット生命体、トランスフォーマー、マイクロン伝説の放送開始を早めることが決定。当初は1年間4クールの放送予定だったものの、3クール、全39話で放送が打ち切られてしまいました。続いてご紹介する、打ち切りになったアニメは、名門、第3野球部。名門、第3野球部は、甲子園出場校である桜高校野球部の中で、落ちこぼれが集まる3軍チームが、ある日監督から解散を宣言されてしまうも、解散をかけた1軍との試合で、コールド負けを回避したことから、なんとか解散を免れたことを機に、野球を愛する高校球児、檜明日成を中心とした第3野球部員たちはめきめきと力をつけていき、その後1軍メンバーへと昇格し、甲子園を目指していく物語で、それまでお色気ギャグ漫画を中心に執筆していた陸奥俊之先生が、初めて発表した本格的な野球漫画を原作に、連載開始からわずか1年でアニメ化され、1988年10月から翌年9月まで、フジテレビ系列で放送された、名門、第3野球部は、くしくも作者が本作で作風を変えたのと同じくして、それまでギャグアニメを流していた放送枠において、180度一転した、硬派かつシリアスなスポコンアニメが放送されることになったのですが、アニメ放送におけるこの方向転換はうまくいかず、視聴率の低迷を招くことになってしまいます。また本作は、実は昭和に放送が始まった最後のテレビアニメでもあるのですが、そうしたことから、昭和天皇の病状悪化、および崩御の時期に放送がかぶったため、そのことに関する報道や特番が組まれ、1ヶ月半もの間、放送休止に見舞われることに。結果として視聴率は悪化の一途をたどり、全国ネットからローカルネット放送への移行を余儀なくされ、このことにより、多くの地方局では、ストーリー前半の盛り上がりどころ、3軍の解散をかけた1軍との試合の真っ最中に、放送が打ち切られてしまいました。またその一方ではフジテレビ含め、無事最終回まで放送された局もあるものの、前述の放送休止の一件も相まって、全40話という中途半端な話数で終わりを迎えており、キャラクターや設定、演出やストーリーなど、あらゆる面でクオリティの高いアニメだっただけに、当時の視聴者からはこの一連の顛末に対して無念の声が多く上がったそうです。続いてご紹介する打ち切りになったアニメは「遊戯王グレインズ」。遊戯王グレインズは大企業ソルテクノロジー社による高度なネットワーク技術で構築されたリンクグレインズと呼ばれる VR 空間で人々が新たなデュエル体験に熱狂していると、ネットワークのどこかに存在するという AI たちの世界サイバースを滅亡させるために動く謎のハッカー集団ハノイの騎士が襲来。そんなハノイの騎士が仕掛けるハッキング攻撃にリンクグレインズが脅かされる中、10年前に自分の身に起こった事件にハノイの騎士が関係していると睨む高校生デュエリスト藤木優作が事件の真相を探るべくリンクグレインズに出没するハノイの騎士に圧倒的な実力を持って立ち向かっていく物語で、高橋和樹先生原作の漫画「遊戯王」のアニメシリーズ第6作目にあたり、2017年5月から2019年9月までテレビ東京系列で放送された遊戯王グレインズは、バーチャルリアリティや人工知能、ネットワークシステムといった SF 要素を土台に、VR デュエルという特殊なデュエル形式を採用したシリーズとして制作されると、主人公が復讐者としてダークヒーロー的立ち位置で突き進むハードなストーリー展開に加えて、丁寧かつ盤面が分かりやすいデュエルシーンなど、大人向けな作風に賛否が分かれる作品となりました。そんな本作は約2年半にわたる放送期間の中で放送話数は全120話にも及ぶボリュームを誇るのですが、テレビ東京で放送されていたそれまでの同アニメシリーズは 3,4 年スパンでの放送が通例となっており、本作も放送開始当初は3年間の放送になることが公式から発表されていました。しかし前述の大人向けのストーリー展開の受けが悪かったこと、また本作で追加されたデュエルにおける新要素リンク召喚の導入が物議を醸した結果、アニメと連動してルールが適用される遊戯王オフィシャルカードゲームにおいて、主力商材であるカードゲームユーザーの遊戯王離れをも加速させることになってしまい、以上のことから予定より半年ほど早く放送を打ち切ることが決定。そのため通常であれば最終回から1ヶ月以内には始まるシリーズ後続番組の準備も間に合わず、それから半年もの期間次作が始まらないという異例の事態も発生しました。今回最後にご紹介する打ち切りになったアニメは「魔法のプリンセスミンキーモモ」。魔法のプリンセスミンキーモモは夢と魔法の国テナリナーサのプリンセスミンキーモモが18歳の姿に成長した上で、あらゆる職業のプロフェッショナルに変身できる魔法を使っていろんなことを経験していきながら、行く先々の人々に夢と希望を与え続けていく物語で、1982年3月から翌年5月までテレビ東京系列で放送された「魔法のプリンセスミンキーモモ」は、それまでは現東映アニメーションこと東映動画しか制作していなかった魔法少女アニメというジャンルに、他社であるアシプロダクションが初めて企画・制作として参入した作品として知られており、旧来の魔法少女ものの常識を覆す斬新な作風や脚本、クオリティの高い作画などが評価され、メインターゲットの女児層はもちろんのこと、大きなお友達のハートもつかみ人気を博しました。しかしながらおもちゃの売り上げが想定よりも低かったため、視聴率は好調だったにもかかわらず、メインスポンサーのポピーは全52話の放送予定を全42話で打ち切ることを決めてしまいます。ところがこの決定に対し制作陣は打ち切りにすべきではないと猛反発。最終的には広告代理店の読売広告社が間を取り持ち、第46話まで制作されることになりました。このような経緯があってか、最終回となる第46話目の内容はおもちゃメーカーポピーへの報復とも取れる展開となっており、主人公のモモがおもちゃ屋のトラックにひかれて亡くなってしまうというもので、この衝撃の結末は視聴者に大きなショックを与えました。そして本作を取り巻く波乱はまだ終わらず、その第46話目を制作していた過程で、別番組用に作っていたおもちゃを売りたいからその商品を作品に取り入れた上で番組を延長してほしいとまたしてもスポンサー都合による無理難題を突きつけられてしまいます。結果として第46話放送後、2話にわたって総集編を挟み、実質の新シリーズとなる第2部がスタート。この時タイトルの変更はなく、話数もリセットされなかったため、最終的には当初の予定を超えた全63話の放送となったものの、第46話で一度主人公が亡くなり、悲痛な雰囲気で幕を閉じたことに加え、そもそもこの打ち切り話がなければ、もともと予定していた別の展開があったため、今も制作陣及びファンからは、第46話で打ち切られたも同然との解釈がなされています。今回は、打ち切りになってしまったテレビアニメたち、パート10。ということでご紹介させていただきましたがいかがでしたでしょうか？当チャンネルでは他にも、様々な動画を投稿していますので、ぜひご覧ください。ということでここまでのナビゲーター、さくらまいでした。